どり着いたわね。褒めてあげるわ。当然クロードのことは倒したのよね。やっぱりあいつは肝心なところで役立たずだわ。さあ、どうかしらね。何にしても私を倒さない限りは先に進めないわよ。言っておくけど、この前の半端な状態の私とは違うわよ。今回は本気で行くから覚悟なさい。絶対に国境なんて渡らせやしない。この前より強くなっている。それにしたっていくらなんでもここまで強くなるだなんて。本当は命に代えてもここを通らせるような真似なんてしたくない。ロアーナ人を我が領内に入らせるような真似だと絶対に。でも戦いがまだ続く以上、ここで私が果てるわけにはいかない。次よ、待っていなさい。どんな手を使ってでもあなたを殺してあげるわ。この私に二度も屈辱を味合わせたあなたをね。
生と死を行き来した者よ。汝は教会を歩んだ。汝は我が力を持つにふさわしい者。受け取るがいい、我が力を。アス、ようやくだな。ついに私たちはこれを。いよいよ国境越えだな。音がここまで響いてくる。ようやく橋が上げられたのか。ボルド軍がロアーナを制圧するという可能性はなくなったんだろうか。いや、まだ気は抜けない。いつ何時、彼らがどんな行動を取るかわからないことは、僕自身が一番よくわかっているはずだ。ボルド軍の手先だという、あの男。あの男を僕に使ってきたこと自体、何か企みがあるとしか思えないじゃないか。しかし、あの男の言うこともどうも目的が見えない。結局何がしたいのか。お願いしますよ。こんなことをあなた以外に頼めないじゃないですか。ボルド人であり、あなた以外ロアーナ人ではねえ。きっと恐れ多いだろう。神の罰が当たるだのと言って絶対に引き受けてくれませんよ。頼みますよ。あなたこういうこともできるんでしょ。え、嫌がっていらっしゃる。そんなに嫌なことを頼んでいるつもりはないんですがね。でもあなたは私の頼みを断ることなどしませんよね。サージス、いや、ブルーク・ジェルドと言いましたかね、元の名前は。そんなに驚いた顔なさることはないじゃないですか。たかが名前くらいで。私はもうあなたのことなら何でも知ってるんですよ。何でもね。さえあればいつでも殺してやるものを。意外と抜け目がない。会うときは必ず人目のあるところを指定してくる。決して二人きりになろうとはしない。そのくせ本当に忌々しい男だ。しかし、なるほど、あの男の悪癖がいっそやつを
ボルスタットへと走らせたのだろうな。あれだが、ロアフィーナには存在すら認められないだろうから。動こう。とにかく、今はそれしかない。無事だったんですね。よかった。いえ、ところでもう橋は上がったんですか？そうですか。じゃあ無事に任務達成ですね。何かあるんでしょうか。そうですね。ああ、アムルからトーマでもほとんど休みなしに来たのに大変ですね。兄様、疲れていません？さすが兄様。私は大丈夫ですよ。ほとんど歩いていませんもの。あ、でも慣れないことが多くて、そういう意味ではちょっと疲れちゃいましたけど。いるんですけど、とりあえず今は兄様たちがいるから大丈夫だって言って逃げてきちゃいました。だって嫌いとかそういうんじゃないんですけど、やっぱり今までろくに話したことのない人とずっと一緒にいるっていうのは疲れますし、それに結構距離を取られてしまいましたし。ええ、どうしてだかよくわからないんですけど、なんだか少し怯えられてしまっているような感じなんです。たとえユリシア様があなたを自由にしてくださったとしても、他の方が放っておかなくなるんじゃないかしら。兄様？私も場所は知っているので大丈夫です。じゃあ兄様、先に行っていますね。
イバイミルカ。